こんにちは、素敵なママさん、お腹の中の赤ちゃん、月ヨガ講師の島本舞子です。ご自身の体の中で命が育まれている素晴らしい時間を一緒にリラックスして過ごしていけたらと感じます。フィジカルヒーリング期の新月から上弦の月までの月ヨガを行っていきましょう。ゆっくり優しく回します。今度はお尻をラウンドさせていきます。心地よさを優先して自分にも赤ちゃんにも無理をさせません。メンタルヒーリング期の満月から下弦の月の月ヨガを行っていきましょう。両手を下ろし、足は後ろ、下を向いた犬です。次は体の関節の滞りを流していきます。関節が緩むことでより体と心が癒されていきます。出産には股関節の柔軟性が大切です。子宮壁の筋肉や骨盤底筋群などを鍛え、健やかなお産を迎える準備をしましょう。お腹の大きさに合わせて無理をしないでください。目を閉じて呼吸を感じましょう。足元からリラックスをしていきましょう。お腹の赤ちゃんもリラックス。